はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青、始めていきましょう。戦ですね、2番で引き受けてしまいました。なので今回も油断しないということで、しっかり勝ちを取りに行きます。終了。どうしたものか、かなり詰めてますね。なんかチェンジ。タイミングお手当て。お手当てします。
でですね、交代枠を一気に使い切ります。勝負入れます。まあ、エルガード王将も過去の強豪チームですからね。リーグは安心できない。レベルは高い。流れってすごいあると思うんですよね、サッカーは。ノーホイッスル。チャンスです。さあ、これに。ちょっとこれは、中途半端なシュートになってしまった。これはいけません。危ない危ない。今完全に攻められてますね。新チャージ。人気が増えます。そしてミオにタッチが。この黒川が相手の速攻が速い。速攻が高い速いんだけど。やばいバイオ。ここは逃れたか。夏木が必死のクリア。夏木自身が出た。夏木を積極的に取って動きます。日本を作れている。窓か決めろ。そうです。一気にこれは決めてほしい。守備が硬いわけじゃないんですけどね。もったいない。そして決められてしまう。なんてこと。せめて追いつけ。個人プレーにやられましたね。でもそこまでに全然決められなかったっていうのです。これもなんかおかしいですよね。ファームです。さあ時間がほとんどない。決めろ。流れてしまった。これは辛い敗北だ。中途半端すぎた。チャンスはいくつかあるみたいですよね。これですよ。これが痛かった。なのでこの後バイロンの子にスーパープレイにやられてしまいます。これが結果的に決勝戦となってしまいました。これです。3位に落ちてしまいましたね。メンソーレ那覇が首位、2点差となっております。移籍選手がもう選べなくなったんだ。はい、ということで次回は久しぶりに練習試合やります。しっかり勝っていきたいですね。
ープの効果。ということで、いくつか特訓させました。次回は武蔵野ホーネッツですね。結構疲れてる選手がいるが、本番までどうするか分からない、まあ、分かりません。 C が多くてところどころ S が混じってる感じですかね。ここもしっかり取っていかなければなりません。その前に、次回は練習試合をお送りしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコーでした。